スモーブローはデンマークの伝統料理、オープンサンドイッチの一種。デンマーク語でスモーはバターを意味し、ブローはパンを意味する。当初は前夜の残り物をパンに乗せたものであったが、次第に専用のパンを焼き、専用の具材を乗せる形式に変化した。デンマークではオープンサンドイッチが好まれているが、最もカジュアルなクリームからハーフサイズのパンに具材を乗せるマダー。 フルサイズのパンに具材を乗せるオウントナムもある。スモーブローはパンが見えなくなるほど具材を大量に乗せるのが特徴である。デンマークではランチの定番となっており、スモーブローを専門に提供する店もある。パンは、ライ・麦パンを使用することがオーソドックスであるが、フランスパンのバゲットもよく用いられる。バゲットを用いる場合、断面積を大きくするために斜めに切る。ライ・ 麦パンの場合、周辺を落として、皿に置き、スプレッドと呼ばれるものをパンに塗る。スプレッドにはバターが用いられることが多いが、サワークリームやマスタードも使用される。ポリックと呼ばれる具材をスプレッドを塗ったパンに乗せる。必要、好みに応じて、ポリックにトッピングを乗せる。カジュアルなクリームは、通常のサンドイッチのように手で持って食べても良いが、 スモーブローだとナイフとフォークを用いて切り分けてパンと具材を一緒に口に運ぶ。伝統的なスモーブローには以下のようなものがある。ウィキメディアコモンズにはスモーブローに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。